こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。以前ゴールデンレイ号の事故を紹介させていただきましたが、また船の事故が起こりました。ウルサンという港町での事故です。怪我人も出たとのことで、どんな事故だったのか現段階でわかる情報をまとめてみました。最後までご覧いただけたら嬉しいです。ウルサンタンカー事故。韓国南東部ウルサンの港で28日石油タンカーが爆発炎上し、18人が負傷した。火は付近の船舶に燃え移ったという。韓国海洋警察によると、鋭領ケイマン諸島ケイマンアイランズ船籍のタンカーに乗船していた25人、また燃え移った船に乗っていた21人全員が救助された。現場を捉えた画像には、タンカーから火柱が上がり、黒煙が空に立ち上る様子が捉えられている。消防隊員らは火の勢いを食い止めて炎症を防ごうと懸命の消火作業にあたり、爆発した船舶のそばから甲板に向けて放水した。連合ニュースが地元当局者の話として伝えたところによると、船員12人と救助関係者6人が負傷したという。その一方、ザイプサンロシア副領事は、タンカーには船長を含むロシア人10人が乗り込んでいたことを明らかにした。重傷者はいないとしている。この副領事はロシア国営タス通信 TASS に対し、複数人が現場で手当てを受けたが病院に搬送されたロシア人はいないと述べ、船では爆発時修理作業や荷積み作業は行われていなかった。爆発と火災を引き起こしたのは明らかに貨物の中のものだと指摘した。海洋警察は現在爆発の原因を調べている。引用 AFP 通信。記事は以上です。船の修理中に事故が起こったという報道もありましたが、ロシアのメディアでは積み荷が発火したとのことです。有害物質の影響で地元の住民たちは500メートル以上近寄ってはいけない状態になっています。渓谷さん、船の事故などには気をつけましょう。今日は以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。